3月初め、まだ雪が深く降り積もっている民宿三崎館に、宇津先生、コネシマ、ゾム、チーノ、トントン、ロボロは集まっていた。6人はクリスマスイブにもこの場所に集まって遊んでいたのだが、こうして顔を合わせるのは随分と久しぶりな気がしていた。三崎館に来た一同は食堂で思い思いの場所に陣取り、クリスマスイブのことを話していた。いやあの時は何があったやろな。あの覚えてないんじゃないのかな。覚えてないんかお前。何があったんかなってどういうこと。あれね、みんな聞いてくれ。俺は悲しくてあの頃思い出せへんにゃ。何が楽しいんよ。お前嬉しがってたよ裏では。知ってね。いやいや、そんなもんないですよ。ああかわいそうに。しかしまだ見つかってへんねやろ。らしいな。エミさんと花子が行方不明やったな確かな。花子は遺体見つかったけど、花子見つかったじゃなかったっけ、うん、でもとりあえずあれじゃないの、俺らが起きた時には2人の姿なかったなっていうあれやろ。うん、だってあれやん、俺ら当日2人の姿がない言って。そうだよね、なんか全員で寝て起きたらあれおらへんやんってなって。そうそう、うん、いやもう結婚なしたってというか、もう結婚報告の日やから、もう2人で羽目外してるんかってもうニヤニヤしてたら、そうそうそう、まあ今も見つからんみたいでな。片方だけな。片方だけな。エミルが見つかってないかな。そうそうそう。そうや、エミさんの死体は未だに見つかってへんらしい。人生最後のチャンスやったろうに。ほんまに、いやいやさ、俺絶対無理やと思ったらさ、あいつまさかの大逆転でこんなことになったやん。いやな。このままなんか何もなく終わんのかなと思ったらね、もう一アクション待ってたね。うん、いや何事もなく終わんのかな思ってた。いやほんま、あやっぱりあれだよな、あのそうは問屋が下ろさんかったやろな。せやな、やっぱ神様も許さんかったやろな。許さんかったやな。うん、お前問屋やろな。まさかでもまあ人生ごと終わるとは多分あいつも思ってへんかったやろな。いや話やと真珠なんじゃないの。まあそうなの、そうやろ。まあまあ、あの時も、まあ、いろいろワイも動いとったけど、まあそうやな、2人以外の足跡なかったからな。まあ、どうせ俺ら本業じゃないし、こんな考えても分からへんわ。もう帰ろ。どうせもうエミールもあるやろ、海にでも身投げして、なんかもうさらわれてどっか行ってもとんやろ。いや、でもさ、でもさ、うん、あんだけさ、あの結婚したがってようやく結婚できたわけやん、うん、そんなそこで心中して、あの生を終わらすことするかなあいつ。なんか思うとこがあったんちゃう。なんか思うとこがあったんか。クリスマスの日もウキウキしてたね。なあ、いや聞いた話やったあれやで、エミさんは借金があったって聞いたで俺。えマジ、そうなん。なんぼなんぼ14万払えや、返せるやろ。14万は返せるやろ。それはワンちゃん俺ら祝い金で返せるやろ。そうか、借金あったんかあいつ。あ、そうなんや。はいはい。いやでもクリスマスの日でもあれやで、でもなんか都心東京の方でなんかオークション暮らししてるってすげえ言うてはったけどね。いや、たぶん見え張ってたもんね。いや、たぶんいつも結構そういうとこあるやん。うん、そうです。そうなんか。いや、すごい羨ましいなぁ、思ってしまったわ。いや、借金と、この、花子。いや、これ、あれちゃうか、詐欺、結婚詐欺ちゃうか、あれ。でも花子死んでる。いや、だからそこ、それがエミさんにバレて、エミさん怒りのあまり殺したんじゃん。あ、ありそう。エミさんが花子殺して、でもそれやったら、エミさんがなんで、無理心中する必要があったんや。うん、そうやね。確かに。いやもう絶望したんじゃん、心が折れたんじゃん。ラブすぎるやろ。いやだって、いやだってさ、お前らあのいやもうあんだけあの一生懸命マチコンとか行って全然あかんくて、ようやく捕まって、よっしゃ俺の人生の春これからやと思って詐欺やったやろ。もう心折れたってたもんな。ああいやとか言うてほんまごねじまさんなんちゃいますん。ああ確かに。シロさんやったんですか。ごねじまさん消しかけたんちゃうんですか。いやさ、僕はそんなことしませんよ。僕はね、あのシンプルに祝福してたんで。いやもう小島さん自分のもんにならへんのやったらなんかもうええわみたいな感じで。え、ちょ、うつって何してる。それは何何。いやいや、この場では言わんとくわな、シーンも。お前でもそういえば大先生もあれちゃん、なんかえらい、なんか民宿気に取ったやん。うん、まあこういうとこ好きやしな。ちょ、大先生さ、お前昔さ、あの子と付き合ってたよな、うん、お前、エミさんに取られてどうしたのか、そういう。いや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 、もうあんな女なんか廃棄するほどおんねんから。
かにもエビさんの伴侶エビさんの伴侶がなんかじゃないけど15やれおおおおおお幽霊お前最近の個人やぞどうしたなんかチーノなんか苦い顔していや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 お前もなんか告白したらしいなあそうやでえ、うん、どうやったいや俺はダメだったよダッサあそうなんやドムさんお、まあ、何隠してるんですかえ知らねえし俺いやいやもういろいろ僕だってねあの振られないためにもう事情聴取してましたよえなんか卒業後になんか告白したらしいじゃないですかそうえちょさあもうちょ待ってもう酒飲んでからね酒飲んでからねすぐからこういう話は楽しいやめようよそういう傷をねえぐる話ねうんいやそう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 お前誰も幸せならへんいやそう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 お前その職業でよう言うたなお前記者やってるらしいやんけ他人の服は蜜の味なんだよ自分の服は関係ねえんだよ待てゾムのゾムゾム記者言うてもゾムの担当してるコーナー知ってるかえ何のお前おすすめの民宿やぞお前えそうなのえそうなのそうですよそうですよそうよ絶対嘘や今のいやあのもう太平洋とか日本海にあるね民宿結構調査してますよそう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 なんかすげえ目が泳いでるような気がする、うん、いやいやだから殺人とか関係ないってそうそうそうていうかまあ殺人じゃないってやっぱ人一人おらんくなるとなやっぱこういう冗談で見たくなるもんやせやな寂しいからなやっぱなんやかやエミさんもなかったからなどこ行ったやろなエミールとまあこのように事件のことを振り返っていた一同だったがそもそも一同がこの民宿に再び集まったのはとある有名な探偵がこの事件が殺人だった証拠をつかんだと警察であるトントンに連絡したからであったしかし一同がどれだけ話をしていても九段の探偵がなかなか食堂にやってこない探偵はこの民宿に泊まっているはずなのに現れないことを不審に思った一同はトントンの先導で探偵が泊まっている部屋へと向かったああなかなか後編のトントン例の探偵どこやなかなか来おへんからとりあえず行ってはるから部屋まで行こうかあそうしよういやここのいや俺トントンがなんかこう探偵がうんたらって言った時あ夢が現実になったんかなと思って夢のことや夢夢俺ね夢でねあの名探偵って呼ばれてて大丈夫か大丈夫かそうだから名探偵小根島って夢で呼ばれてていやだから俺のことかなと思ったんやけどあ強めの薬やってるんやじゃあ行こうか俺のことかなと思ったんやけどちゃうかって売れ筋の錠剤お父さん元気もりもりをやりすぎたんやな多分いやお父さん元気もりもりはあのそんな効果ないであそうなんあの簡単に言うとあの脂肪の分解を促進し筋肉の分解はあの弱めるというそういう話へえそうだからこの割り名前お父さん元気もりもりなんや元気もりもりやから元気お父さんマッスルやからああなるほどおおそうそうだからこのお父さん元気の飲んであの鍛えるとあのもうパンプするからああそう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 やっぱ遅いねっからやっぱちょっと部屋まで見に行こうか。うん。うん、とりあえずあ、ちょっとついてきてもらってええかいな。オッケーオッケー。行こう行こう行こう。一同が探偵が泊まっていた部屋に着くと、その部屋の鍵はかかっていた。どれだけノックをしても中から反応は返ってこない。ノックしてほしいな。いやこの部屋で泊まってはるはずなんやけど、おかしいな。おらんやん。おらんやん。15分は遅刻じゃないって言うつもりかこいつ。いやどこどこ誰かじゃないねんからいや遅刻じゃないでいや お前まだそれ引きずってんのかお前社会人やろお前いやでも俺どうすんのロボロちょっとお前鍵穴の中入って開けてきてくれよ入れるかお前いやどうかなお見方ないみないやんじゃないの寝てるやろ多分あ寝てんのやったらなああるで降りてくるやろドアぶっ壊すわけにもいかへんしな真っ先とかはないの民宿の方に確認が行きまよか。ああ、そうするか。とりあえずロビーってマサキ借りれるか聞いてみまよ。ああ、そうしよう。でもロボロの民宿って別に何してもええんじゃん。ぶち壊そうぞ。とりあえず鍵ないの鍵。あ、じゃあマスターキーであげるから絶対に裏壊すなよ。ええー、な壊すなよ。
どうせ回想するのに。とりあえず牡蠣取ってきてくれよ。牡蠣取ってくるから壊すなよ。うんうん、分かった分かった。入ってこいよ。じゃあとりあえずロボロが遠ざかったの見計らってみんなで壊す提案します。もうロボロ一回しかわそうぜ。まあまあ壊さんでももう来るやろ。壊そうぜ。待ちきれないよ。待ちきれないよ。体当たりでドアを壊しますか。最近あれじゃん、シンマ前なんかバルカップしたとか言ってたし。あ、まあ、やるやる。俺のちょシンマ確かに俺のマッスル元気モリモリでマッスルしてくれや。ちょ俺のマッスル試す。マッスルマッスル。あ、いけいけ、お前の お父さん元気モリモリの力見したれ。よっしゃ。このシンマ今あなたに語りかけています。あなたの真実です。あ、俺のどうしたどうした、俺の上腕二頭筋。あなたの筋肉は本当にそういうところに使う筋肉なのですか。何か大切なものを守る、己を守るための筋肉ではないのですか。何、ちょっと待ってくれ。俺ちょっと俺自分の大腿四頭筋に効くから、ちょっと待ってな。あ、壊せって言ってるもん。それで筋の成功で壊せます。諦めます。キオロール成功でドアは破壊できます。壊そうぜ。待ちきれないよ。待ちきれないよ。ダイスロール、コロ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 に成功。成功言ってたのに。ロボロがマスターキーを取ってくるのを待ちきれなかったコネシマはドアに体当たりをして見事にドアを破壊しました。いや、さすがですね、筋肉すごいな。お前薬やりすぎやろ。ドアを破った先には九段の探偵ショッピが倒れて冷たくなっていた。おい！